それじゃあカウント始めるぞ。5秒前 4、3、2、1 ゴないことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすればいい。京一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我れやんのか。こら殺すぞ。こら須藤と申します。こわー馬面はぎ。うわダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね、この頃。そうか。変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているからさ。俺はな、D のバトルの中でケースと藤原にあえて期待を。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだしな。全てを予定通りにコントロールができた。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うおわ滑ったら滑ったら。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわやべえ、見えな、気力あるぜ。当たりっぱなしでクリアだ。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が存在。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だぜ。こんなことは今まで一度もなかった。やっぱりマジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。
あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。仕方ない。今アザミの通過したってさ、今日一さんとの京急本線でのあたり、わしが出る時間も少しで流したんだぜ。線が300について受けたるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、100% 勝てると思っていた作戦の土台を奴らと言われます。わかる。2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは一回か、せいぜい一回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。いつじゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは。やっぱ自分がこんな速い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できます。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスなら絶対離さない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原の星は、暴動軸の第2ラウンドでもブラインドアタックと同じ性質なのか。目から入ってくる情報が不足していても、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことで、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアートを、限界スピードを瞬時に見極め、目印のない領域をくるんだりもしている。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。いけ、バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どう、何が何だかわかんねえよ。すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。くる、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない、わかんねえな、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。全員いなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。二千が消えただろ。ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。伝承を落とし闇に紛れた。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合った。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。では今は自分の走りに集中しろ。さっき決まった相手が見えないのはあっちも同じだ。